も亮平です。お願いします。はい、本日は、お久しぶりです。モンタンスポーツさんに来ております。閉店時間ギリギリすいません。ありがとうございます。はい、ということで、僕もプライベートでちょっと来たりとかはあったんですけども、ザ撮影でっていうのが本当に久々なので、何ヶ月空いたかな ?2、3ヶ月空いたかな最後の撮影から。まあ、その間にね、ちょっと、おっと言った。まあ僕、一応キャッチャーやらせてもらってるので、キャッチャーミットがね、おっていうのがあったので、ちょっとそちらの、商品紹介の方させていただこうと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあまず一つ目のキャッチャーミットです。今回はね、カラーミット、軟式用のカラーバリエーション豊富なミットって言ったらいいかなっていうのを紹介していこうかなと。もう二つね、紹介しますね。その中のうちの一つが、まずはプロモデルのミット限定品になります。それが、はい、こちらです。はい、どうですかこの鮮やかな青。いや、いいっすね。メーカーは SSK です。この配色といえば、そう、阪神のね、壁、梅野選手モデルです。ちょっとマイナーチェンジ、マイナーチェンジっていうか、俺からしたらめちゃくちゃなチェンジがあったんですよ。まあ、もともと梅野選手モデルって確かね、もっと浅かったはずなんですよ。ウェブカさんで、ヒンジモさん。まあ、オーソドックスな形、このミットはなってるんですけども、もうちょっと浅めなウェブを使ってたはずなんですよ。浅くなるような仕様のウェブを使ってたんですけども、これは3-3に変わってます。1-2-3本の1-2-3に変わってます。もともとと、まあ、2-3と3-3で、そこがちょっとチェンジされてますね。なんかね、SSK さん特有のこの斜めになってるバックスタイルだったはずなんですけれども、これも、まあ、普通のバックスタイルに変わってますと。そこがちょっと見た目の大きな変更点かなと感じてます。ただね、浅いっすね。どちらかというと、見ててもわかるかな、こうやってやると、片付けされてないものなので、浅いくは感じるかもしれません。ただ、まあ、やっぱね、3本3本のおかげで比較的深くは、まだこれから深くはなるのかなといったようなミットです。だから浅くも使えるし、深くも使えるような、キャッチャーミットとなっています。まあ、カラーがさっきも言った通り、補給面はブラックで、街とかウェブとか、まあ外の部分の一部が青になってる。で、レースはタンですね。で、合ってるはず。うん、こちらお値段なんですけれども、36,300円となってます。これは税込みなのかな。まあ36,300円です。はい、で、ちょっと、はい、はめた感じ、張りすごいです。さすが、そのこの値段するキャッチャーミットだなといったような感じですね。で、革質的にもただ張りがいいだけじゃなくて、しっかりとしっとりとした、まあ、SSK さん特有なしっとり系の革質をしています。これ結構ピッチャー見やすいんじゃないですかね。どうよ、カメラマンヒロト。見やすい、青い街、そうそうそう、めっちゃ見やすいです、これ。うん、まあ、鮮やかな青だよね。くすんだ青じゃなくて鮮やかな青だから、まあ、青と黒ってちょっと汚れ出てきたら一緒に見えるかもしれないけれども、まだ鮮やかな分見やすいのかなと、いったような感じがしますね。で、キャッチャーミットにしては少し軽めかな、ちょっと軽めな感じなのと、この親指芯のマッチ、どちらかというと薄めとなっています。で、そう、忘れた、危ない、これ言うの忘れた。これもともとこういうね、斜めなバックスタイルがついてたから、あの、外見からでも見て分かったんですけども、ちょっと今ね、外見から判断できる場所がここだけなんですけども、 U ループっていうのがついてます。 U ループとは薬指リングみたいなやつのことです。なので、手の中でしっかりとフィットするのが上野選手モデル。キャッチャーミットであんまないんじゃないですかね。まあ、でもここで見れば分かるよね。ほら、指掛けここにあるから、まあ、そういったところで言うと、まあ、調節もできるし、なおかつ、まあ、本当に、まあ、きつくすぎなずに、ちゃんと自分のベストなところできちっと止められるっていうのはね、手の中の動きもブレもなくなると思うので、キャッチャーミットのモデルで言ったら薬指リング的なのがついてるのは海野選手だけかな。ぜひ真っ黒があったら、中学生の方、これはすごい、まだまだ手も成長しきってない方なんかも、まあ、手小さい方もおすすめです。はい、これがまず1個目のキャッチャーミットです。はい、そして2つ目のキャッチャーミットなんですけども、本体カラーのカラーもいいんだけども、もっとね、見てもらいたいところがあるみたいです。はい、それが、ふぃー、シュアプレイ、やばいっすよね。本体カラーもまずやばいっすよね。これが、本体がパープルと、なんて言ったの、これグレー、パープルグレーですね。僕が見てもらいたいって言った1点目、レース見てください。固
型押しされてるんですよね、レースに。ミットの型押しは分かるじゃないですか。レースの型押しってなかなかないんじゃないかなっていう。僕は初めて見ます、正直言うと。もう1点、レインボーステッチになってるんですよ。これはこれで珍しいんじゃないかなというような、草野球向けのキャッチャーミット配色ですね、これは。でバックスタイルも特徴的ですよね、これ、まあ、最近多いけれども、まだそれにしてもあんまり見ないような、つなぎ合わさってるバックスタイルもしているし、でこれは、まあ、さっき3本3本でオーソドックスな形になるって上野選手モデルで言ったじゃないですか。これも一応3本3本入ってるんですけども、バカ浅いっす、これ。超引っ掛け取りミット、今ね、ちょうど僕のカムイミットちょっと壊れちゃったんで直してもらったんですけど、本当にこういう感じ、これを使い込んでったらこうなるみたいな、思いっきりこういう感じのミット絶対になるって分かるような初期の型をしてます。僕は基本的に片付けるとき、こっちを重点的に片付けるんですけれども、こっちをしっかりと折り込んだらボックスにもなるとは思います、もちろん。まあ、このミットもちゃんとボックスにはなるんで、ただもう初期の段階で一番近いのはこれなんだろうなっていうような、めっちゃ浅いミットの仕様となってますね。お値段なんですけど、これめっちゃ安くない？ 22,000円。ちなみにこれ限定品です。限定品が 22,000円です。こんな安いことあるっていう感じですね。まあ革質的に言うと、どちらかというと革質も十分、張りもめちゃくちゃいいんですけども、正味さっきのプロエッジ梅野選手モデルと比べたら、まあちょっとは若干、なかなか珍しい色で染色されてるんで劣るかもしれないんですけれども、でも染色されてる中だったらめちゃくちゃいいです、これ。でグリスもしっかり入ってるんで、音もなんだろうなっていうようなキャッチャーミットですね。さっきの梅野選手モデル同様、街は比較的薄めかなというような感じになっています。物自体も普通のオーソドックスなミットよりかはコンパクトめかなとは思っています。紫好きな人っていうのも結構いると思いますし、こんな片押しのレース使えるっていうのもなかなかないと思うので、気になった方はチェックしてみてください。ということで本日はこちら2つのキャッチャーミットの紹介をさせていただきました。社会人の皆さん、まだお金取ってありますよね。気になる方絶対いますよね。もちろん俺が欲しいぐらいだけど、ちょっとキャッチャーミット大量になるからでしかも直してもらっちゃったばっかりなんでねまあそういったところもあるので、ぜひぜひ視聴者の皆さんで欲しい方がいらっしゃいましたら、モントスポーツさんへ、いらっしゃってください。はい、概要欄にモントリンクさんのオンラインショップの、URL や SNS、まあインスタグラム URL 貼ってありますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。